先日はベースメントバーにてアタック25無事やれました。みんな来てくれてありがとうございました。先週のいい加減なテレビがその時のダイジェストっていうか、もうスーパーダイジェストだけどね、うん、ほんのちょっとだけ流しましたけど、なんかそのうちライブ映像も出せたらいいけどね。あんなかある出せたらいいね。まあ出す予定ですので、こちらもぜひ楽しみにしてください。どうでしたか？はい、関係ないんですけどさ、ウェイウェイ関係ないんですけどさ、あの会場と終わった後の BGM が、うん、あの1997年のそうああにんの曲そう1990… に発売された曲、ね、気がつかなかったね。でも俺いつもビデオ手伝ってくれて欲しいは気づいてたんで。ああそうなんだ、うん、ああ来てくれた、見に来てくれた。そうそうそう、あれあの20周年の時も、うん、BGM 1997年で、あの結成がね、うん、ブージークラクションの結成が1997年、今25年前、その年に俺が好きだった曲をバーって97なんだと思う。あれなんかすごい当たり年なんだよ。マッシブアタックとかも入ってた？マッシブアタックはね今回は入れてないかな。あの本あの出囃子のタイミングで流れてたやつはなんだっけ？あれ、ね、プライマル？プライマルスクリーム。あ、プライマルスクリームか。あれ97年なんだ。そうパニッシュ。エアバッグとか、レディオヘッドのなんだっけ、あの OK コンピューター。え、あれ97年？嘘。え、嘘。あとブラーのブラーも買った。え、嘘だよ。OK コンピューター97年じゃないでしょ。まずブラーのブラーと一緒じゃないでしょ。違うよ、絶対これ違うよ。だってその時私東京で聞いてるもん、 OK コンピューターを。それは後、それは後で聞いたんじゃない。え、違う、え、出した時じゃなくてだいぶ経ってから。 でも OK コンピューター出たって。あとオアシスの Be Here Now とか本当に。あれ俺大学生だよ。大学生の家の中に OK コンピューターが3枚あったんだからね。好きすぎ。誰か、いや誰かから借りたりなんだりして。借りたり借りたり。出たってなって、なんかステッカーとかもなんか。これ1997年じゃなかったら大問題ですよ。大問題だな。いや、97年じゃない気がするけどな。及川調べだから、聞いた、リーダーが聞いてた。マジで。マジで？嘘も信じれない。自分の目で見ない。信じれない。後にしてくんない。いや、後にしようよ。嫌だよ。気になっちゃった。あ、本当。なんかこれ。何歳？97年。これブラのブラも97年。あ、本当だ。97年。え、日本に渡ってきたのが2000年なんじゃない？3年かかる。だいぶだいぶ船遅いな。3年かかる。あ、そう。だって、あ、キット A だ。2000年は。そうだそうだ。そういうことにしよう。でもなんか腑に落ちないんだから。あの98年には東京にいたんだよ。ああそういうこと？そういうことか。なんかもうこうなっていくんですね、記憶っていうのは。そうだね。いろいろ自分の都合のいいように解釈されてる。私の中で OK コンピューターが2000年出てる方が都合が良かったということ。そう。びっくり。すごい。97年ってなんか私高校生の気持ちでいたけど、いくつ？いくつだろう。97年って19歳か。あ、割ともう大人だ。19、20歳だよ。めちゃめちゃですね。めちゃめちゃですね。めちゃめちゃです。記憶が。おかげさまで。あとでバーブとかだね。ビタミン C。あー、それが97年。あ、じゃあもう本当に東京にいるわ。あ、そうなんだ。いるわっていうか、いないわ。どうしよう。いい加減にして。いい加減にして。いい加減にして。二十歳、十九、十八歳の時だね。十八、十九、二十の時だ。え？97年は19歳なんだって。19、20歳。違うか、違うか。うん、違うか。違うか。何年前だ？25年前だって、またから。そうだよね、25年前でしょ。なんかバカの会話だ、やめよう。バカの会話だ、やめよう。二十歳、十九、十八だ。違うって だって25年前でしょ。俺45だよ、今。25年前は俺20歳だ。え ?19 歳、18歳。だって今年46歳になるんでしょ。なるわ。ほらバカの会話だもん。おしまい、もういいよ、おしまい。はい、おしまい。1月だから。おめでとう。アタック20歳。あ、おめでとう。これからだ。
忘れてた。さあ、ということで、こんなんでいいの？はい、ライブの話してないんだけど。そうはい、ということで、あれ今年は最初？違うわ。いい加減にして。今年最初のライブだよ。ライブじゃん。違う違う、いい加減にテレビ。あ、全然恥じゃない。違うね、うん、何してたんだろう。ということで、あの世の状況を見つつまたライブはやっていきますので、あれ2月の28日ブージークラクションの日に、あの本当は29なんだけどね、そう28日の日にあの何かやりますので、あのぜひ27だけどね、イブイブ日曜だからイブイブがいいんじゃないかっていう。そう、今年は2月27日を無事クラクションの日とする。するで、あのなんかインスタライブとかなんかちょっと詳しく決めたらお知らせしますけども、何かちょっとライブ的なことをしようと思ってますので、こちらもぜひぜひ楽しみにしていてください。すいません、なんかいつも。はい、また来週も見てね。来週じゃないって。あ、そう10日に1本だから。